何していいか分かんなくなっちゃうんですよね。一旦じゃあこっちから行こうかな。右。この上のこれ何？あのベルみたいなインテリア。嫌がらせかな？はい、ガチャ。お邪魔しまーす。あ、なんか反応してる？あ、なんか視界が悪い！これはどこだ？なんか今ブルってしました。コントローラー。座敷のある広間。ここ来たっけ？いや、なんか反応してんだよな。ちょっと待ってくれ。座敷ってこれか。火鉢ね。ただ何もなさそう。あ、でもこの辺で反応してますね。もうちょっとでも、なんか遠いな。もっとこれね、反応近い時はコントローラーで全力で嫌がらせを、あ、アイテムだ！してくる。待って、でも転売したい。ちょっと転売できるものがないか見ますね。あー、何も入っていない。そっか。残念。じゃあ、ここ、この中？ありました。61式、いいですね。61式は、待って。確かもう、持ってますよね。一回拾ったことありますよね。確か。中程度の威力。でもまだね、こう、14式でこう、火力不足を感じたことはない、ですもんね。こっちもいけるな。なんだ、俺。かまど。炭治郎か。こっちは扉。スライド式の鍵。あ、開けられるんだ。どうしよう。ちょっと一旦でも、この辺見てから、にしようかな。あ、で、反応してるな。いや、反応してるな。あ、今、一瞬。え？どこだ？今一瞬反応しましたよね。あ、これだ。パシャ、これ何？これ何ですか？ 500 ポイント。まだ反応してんな。はっ！何その嫌がらせ。ああ、まあでも可愛いもんですね。ゼロの中じゃ全然ぬるい嫌がらせですよ、これ。さっきのね、おじいちゃんの例の方がびっくりしました。こっちはなんだ、こっち。あ、なんか広いな。うわっ！アイテムあるけど、その、横に、不気味な。ちょっと待って、こっちから回り道していきましょう。どんな嫌がらせが待ってるかわかんないんで、なるべく近づきたくない。よし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 。動くなよ、動くなよ。はい、14式、嬉しいです。あれ？なんもないの？え、お前なんもないの？ゼロって日本人形で絶対に嫌がらせしてくるゲームかと思ってました。違いました。こっちも、あ、道続いてんな。こんなにマップ広がったら覚えらんないですよね。もうちょっと覚えてないですよ。で、扉あるな。あー、いけちゃうんだ、しかも。あー、いけないんだ。強い力。なるほど。で、こっちは？うわ！これ何？お札？焼く！あー、開かない。強い力。よかった。ここだけは開かないでくれ。開かないで欲しい扉ナンバーワンですよ、これ。開かないで欲しい扉選手権2024最優秀賞ですよ。よかった、そこ行けなくて。じゃ、こっちも何もない？開かない扉が2つ？ぽいですね。で、これさっきのところだ。いろりの間。ちょっと一旦こっち気になりますよね。戻りますか。金の廊下。じゃあ、あれは金か。あのね、センス、ありもしないし、なくもない、謎のインテリアは金ですね。はい、ガラと。ちょっとね、あんまり奥にずいずい行くと、わかんなくなっちゃうんで。一旦このね、来たことない場所、
調べようかなと思います。この正面もあるもんな。今回は地図いいな、さすがに。さすがにまだ覚えてますよ。じゃあ今度こっち左、開きそう。はい、ガチャ、お邪魔します。何これ、あれだ、フィルムだ、フィルム。これなんかゼロの2作目、シンクの蝶で、こんなんありましたよ。あれ、映った。はぁ、エイサー後ろ、待って、早く、あ、消えた。ちょっと、集中できない。あ、トガ。フィルム取れるんだ。あー、消えちゃった。これ取れんのかな、さらに。あ、取れそうですね。びっくりした、今。これも同じ場所？うん、でもね、シンクの蝶では、こう、まあ、いろんな場所でフィルムを拾ってきて、こういうところで再生すると、こう、物語の背景っていうのかな。真相が、何ここ、分かったりもしたんですけど、何ここ、へそくりとかないかな。あ、なんか拾いました。民族学者の手記。なんかこれ過去作にもあった気がすんな。民族学者の手記。はい、読めない。何この漢字、初めて見た。を続けるうち、眠り巫女の発祥であろう神社の存在を知るに至った。その神社は奥深い山にひっそりと立つ小さなものである。まさにあの絵図の通りであった。平素は参拝者はおらず、近くにある小さな集落にて話を聞くに、何これ、ひらぎって字ですよね。州でいいのかな、州を治める神社であるらしい。つまりどういうことだってばよ。当主らしき女に話を聞いたところ、雪解けまで客人として滞在を許された。ここでは山にある聖地を守る儀式を行っており、その儀式には男が禁忌であるため、数年に一度客人を招き入れて血を守るのだそうである。おお、どういうこと。その客人はニーナエと呼ばれるそうであるが、世に言うまれびとと同じ風習であると言われている。あ、思われている、ごめんなさい。まれびとって聞いたことある気がするな、過去作で。冬、雪の降る中、やってくる参拝者は皆顔を隠し、台車で大きな袋を引いている。その姿はどこか壮烈のように見える。彼らのために行われる儀式が眠り巫女の歌につながる儀式なんだろうか。まあ、このゲーム始めた冒頭でお話ししたと、あ、遮影器、追うっていう字ですね。吐くでいいのかな、これは。なんだ、あ、自動で霊の方を向く。これいいですね。まあいいや、そう、冒頭で言ったと思うんですけど、やっぱこう、えぐい儀式がいっぱいあるんですよ。あ、なんかだいぶ飛びましたね、これ。だ、今回の、その儀式は、この眠り巫女の儀式なんですかね。なんか今までのさ、こう、先縄とか、に比べたら、ねえ、そんなにえげつない感じでもないんじゃないかなっていう、まあ今のところ印象なんですけど、どうでしょう。で、この奥も行けちゃいますね。ガチャ。大丈夫かな、こんな進んで。ここは？来た！うぅ！あ！目の前に霊がいた。これはでも、敵意はない例か。今のミコさんは初めて見る？なんか、お母さんよりかは若いんじゃないかなっていう感じでしたね。待って。一応こっちも見たいな。ほんと広すぎますね、これ。ここ開くの？開くんだ。なるほど。じゃあいいや。あ、でもなんか外に繋がってました？今。雪見えましたね。じゃあこっち行きますか。広すぎるな。ああ、でも行き止まりか。よかった。はい。マイオガン嬉しい。
回復アイテムは何本あってもいいですかね。まだね、いろりの間の方も探索しなきゃですし、今回探索ばっかですね。あ、で、低い扉が。あー、ここもダメだ。よしよしよし。なんだ？あー、なんか、また意味深な。なんか、お願いとか書いてあれ、飾るのかな？可愛らしいですね。あ、なんか反応してますね。これか。ただ、取れそうに、ない。あれ？もっと近くかな？びっくりした！ちょっと待って待って、何やってんの？何やってんの？取った。よし。これもなんか儀式に関係ある場所なんですかね。調べらんないのかなこれ。なんか思ったより高いですねこれ、竹。でもちょっとこれはなんかね、風情があってというか、そんな嫌な気持ちになんないですね。何今のアングル。やっぱ嫌な気持ちだわ。あああああああ、アイテム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 。レイちゃんは見逃さない。転売屋レイの目はごまかせませんよ。なんだ、あ、鏡石、これ強いんですよ。これまあ、回復アイテムって言っていいかちょっと微妙いとこではあるんですけど、体力ゼロになったら自動的に全回復するっていうアイテムです。これ心強い。一気ね、多いみたいなもんですからね。ただその代わり、道多いな。その代わり、まあ、強制で使っちゃうっていうのと、あとまあ、前作までと同じであれば、一個までしか持てないんですよ。ここやばいですね。よく見たらやばいですね。あ、あの時の場所。そういえばここ来たかもしんない。一瞬。なんか例に殺された後に飛ばされた場所ですかね。あ、で、そう、一個しか持てないんですよ。鏡石。だから、あんまりケチりすぎて、頑張って守っても、まあ、次の鏡石を拾えないっていう、あれがあるんで、いい感じのところで使いたいですね。で、大いな扉が、これも扉？なんこれ。赤い扉に古い人形が打ち付けられている。歌？あ、歌ね。子守歌のような歌。これは取れないの？あ、取れそう。そういえばタッキーがさ、消えちゃう前。何これ。タッキーが消えちゃう前も、子守歌を歌っていたって言ってましたもんね。私もそうなっちゃうのかな。明日は我が身かな。でもこれ、こう呪いが解けるとかないんですね。写真撮って。今の場所に行けばいいのかな。あ、行き止まりだ。やった。じゃあこっちに戻りましょう。子守歌か。でもね、眠り巫女の儀式ですから、関係あるんでしょうね。ああ！はい！アップラー！もう誰こいつ！なんか、ちょっと、今までの例より、やる気がありそう。いやー、フィルム返そびれましたよ。あいつしかもなんか空中歩いてなかった、今。でも、モーションがわかりやすいな、お前！はい！レイちゃんの敵じゃねえよ。お、でもタフですね。まだ生きてる。なんか気合入ってないこいつ。刃物持つな、レイが刃物持つな。あ、失敗した、失敗した。おー、危ない。大丈夫よ、フェイタルフレームがあれば。あれ、なんないな、フェイタルフレーム。なんででしょう。近い近い近い。あー、ダメそう、これ。あー、痛い。お、直撃。いやー、でもまだ使いたくない。まだ使いたくないな。まだ使いたくないぞ。ちょっと何してんの、何してんの、構えて。待って、丸ボタンどこだ。やばい、これ痛ー。ちょっと待って待って待って、飲む飲む飲む。マヨが、マヨが4つか4つもあんのか、これ。ピー、よっしゃ。
うー、危ない危ない。えー、来ないで来ないで、どこ行くの。いや結構タフだな。いや調子良かったんだけどな。はっ、あー、なんかな、ちょっと攻撃の直前ってわけじゃないんですね、これフェイタルフレームね。ここが、あー、ちょっと違う、やばいってこれ。ちょっと待って待って待って、ちょなんかこいつあんま怖くないけど普通に強いな。大丈夫かな、こんなガバガバ飲んで。まだボスっぽいボスもやってないですもんね。この後ボス戦とかあるんじゃないかな。鏡石ありましたもんね。振った後にも判定、やっべ引っかかってる。ちょっと待って、これ絶対こんな苦戦する場所じゃない、場所じゃないですよ。はい、あー今度は早いのか。あー困ったな。一回はめられればな。いやーダメだ。振った後、あーやっぱ当たるんだここ。ちょっと待って待って、これ死ぬって。あーどうする、アイフル。これ鏡石、いやさすがにまだしばらく拾えないだろ鏡石は。ちょっと待って待って待って、やばいって。ちょっと万が一に備えて一応6-1式にします。はい、あーもうそれずるいってねえ。そのさ、そのさ、あのまだフェイタルフレームになんないのはいいんですよ。ダメージも入んないのっておかしくない。あーもうなんか下手になってる、もう。いやーごめんなさい、もうイライラする。あーこれも違うな、もう連打しよう。あーあ、ま、うわー鏡石使っちゃった、もうなけなしの回復アイテムが全部こいつに取られる。よし来た、ようやくタイミングを掴んだ。えっコンボないの。あーもうやだね、もう。いやーどうしよう。はい、どうだ、参ったか。あ、ダメなの今の、マジ。あーもうこの一瞬ブルってされても絶対無理じゃんね、もう。てかライフ多くない ?6-1 式決めましたよね。ちょっとこれ以上使いたくないな。1-4でいきましょう。当たった、あ、倒した。こいつめっちゃムカつくわ。こいつめっちゃムカつくわ。すげえ使っちゃった、アイテム。で、どこに来たかもわかんなくなっちゃいましたね。こっちから帰ってくるときに襲われたのか。じゃあ次こっち行きましょう。この扉。最悪。なんか怖くないけど強かったわ。